イエーイ。みなさんこんばんは、小田えりなです。 Wi-Fi にしてるかな、してた。はい、みなさんいかがお過ごしでしょうか。ハロウィン仕様、ハロウィン、あそのシャツ好きってコメントが。私もこれ好き、いいよね。しかもメリージェニー、みんなメリージェニーっていうお洋服屋さん知ってます？めっちゃ可愛い、なんか妖精みたいな女の子が着るお洋服屋さんそう、メリージェニー。私はね、普段はそんなメリージェニーの服とか着れないんですけど、そうたまにそう、あーっていいっていう、そう私も着れるみたいな服があってそう、これはもう本当に欲しかった、ずっとずっと、まあ1年ぐらい前に欲しいなって思ってた、買った。素敵なお洋服やね、ありがとうございます。私は最近は服どこで買ってるかな、KBF とかジーナシスとかスナイデルとかリリーブラウンとかいろんなとこで買ってる。いろんなとこで買ってるお洋服屋さん、あの普通にさ、なんかめっちゃでかいルミネとかに行って全部のお店回って欲しいのだけ買う。そう、そうだからどこで買うとかも決まっ、なんかこのお店が好きって決まってるけど、なんかそのでかい商業施設が好き、でかい商業施設にあるお洋服屋さん全部私のあれ、私なんていうんですか、でかい、そうでかい商業施設が好き。あのショッピングモール、そうショッピングモール、ルミネとか、ルミネ109とか、あ最近マウジーでもめっちゃ服買う。ファッションビル、そう109。青木には行かないのだって、行かない、スーツ着ないもんだって。うん、青木行きますだって。おお、実は ZOZO タウン推しかと思い始めてました。だって ZOZO タウンでも買えますけどね、服。もうすぐクリスマスだ、楽しみ、クリスマス。プレゼント何欲しいだって。何かな、なんだろう
タさん今だったら何頼むかな、私な何頼むかな今だったら、なんだろう、えマジでなんだろう、何頼むかな。なんだろう、何かな、全然思いつかないや。なんか欲しいものはあるけど、なんかサンタさんに頼むってなるとなんか思い浮かばない。そう、欲しいものはいっぱいある。あ、 MacBook Pro 欲しい。 MacBook Pro、 あ、 MacBook も欲しいし、あれ iPad も欲しい。あ、 iPad だね。私が今サンタさんに頼むんだとしたら iPad かな。ぬくもりが欲しいね。だって皆さんにね、ぬくもりがありますように、クリスマスに。100発100中堅が欲しいだって。え、そんなんあんの？98中堅はあるけど、100発100中堅？何それ、あるんだ本当に。あるの？あるんだ、すご、絶対来れるんだね。そしたらグロス教えてください。これです、3 98中券さ、応募してさ外れたらもうその券はなくなるの？もう一回使えんの？当たるまで。あ、なくならない、使えんだ。なるほどね。私はね、お洋服の福袋買わない、買わないかな、買ったことないかも。福袋を買ったことないかも、あるかも、他の忘れた。ヨドバシカメラの福袋楽しいよだって。楽しそう。ゲームソフトとか入ってるのかな、なんだろう。福袋ってさ、だってさ欲しいものとか欲しくないものも入ってるじゃん絶対。だから私欲しいものだけが欲しいから。そう、もしお金、自分がお金出すんだったら、だから福袋よりかは本当欲しいものだけ買うかな。そう、だってお金払ってるのにさ、福袋ってだってリスク高くないですか？全部普通にいらないものかもしれないし。
私欲しいって思ったものもさ、なんかあんまり着ないこと多いのにさ、欲しくないものとか絶対着ないじゃないですか、福袋とか。だからちょっとリスクが高い私にとって福袋は。あとなんかいっぱい並んでると買う気がなくなる。なんか私そのならなんかあ並んでるって思うとね、なんか福袋なんだろう、別に並ぶのいいんだけど福袋に並ぶのはちょっとって思う。うん、まあ、普通に今まで別に服とか興味そんな興味なかったから、そう福袋とかあんま買ったことないです。そう並ぶの嫌いっていうか、まず福袋自体あの私服に興味がなかったのでずっと、だから福袋あんまり興味ないっていうか。もう初見です、だって初見、イエーイ。年末のご予定どんな感じですか？わかんないです。紅白見たいな、だってね AKB48 とか今年は紅白に出れますように。年越しライブやればいいんだって。確かに年越しライブとかもやってみたい。でも年越しライブってさなるとさ、来れるファンの方いるのかな。年越しって結構なんか人類にとってなんか重要じゃないですか。なんかてか年越しかみたいな、と普通の日だったらまあいけたけど年越しってなるとなみたいなね、なんかいけないやって方とかいそう。めっちゃうん、さすがに家族で過ごすだって最優先ですけれども、だってオタクなので行きます。逆に行ける、え待って、逆なんで逆、あ仕事は絶対ないからってことかな。うん、一
鳥見だから余裕だよん。かわいい。だよん。来週700回目、確かに700日目だ。今日693、来週700、来週の700日目、やば。あと1週間、もうすぐ2年、確かにやばい。うーん、えりちゃん毎日楽しい。だってやばい、楽しすぎて今日も電車、なんか駅歩いてる時になんか最近楽しいなって、最近マジで楽しすぎて大丈夫かなって思っちゃう。うん、そう、なんかそう不安、なんか前とかはなんか普通に楽しくない時とかも普通にあってまあそう楽しくないから、なんかそう楽しくないって思う時も あるから、なんか最近本当マジでずっと数ヶ月間ずっと楽しくて、なんか逆に大丈夫かなって思っちゃう。逆に最近悲しかったことありますか？悲しかったこと？AirPods のケース、私 AirPods Pro なんですけど、ケースつけてんですけど、あの頭の部分のケースがなくなっちゃって悲しい今。そう、 AirPods Pro の下半身のケースはあんだけど、上半身だけなくしちゃって、どこ行ったんだろうって、今日なくしたの。しかもなんかね、でもその上のケースは結構よく取れてたわけ。もう買った時からなんかもう取れやすかったの、上だけだから、いつも外れてはつけて外れてはつけてって何回も繰り返したけど、今日ついに上半身なくなった。うん、うん、でもまあ新しいケースにしようかなって思う。そう、なんかね、下の方はなんかケースにさ粘着みたいなあんだけど、下の方は全然取れないのに、上だけねすごい粘着が弱くてね、取れちゃうんです、すぐ。うん、買った時から取れやすかった。ポッツダメなのだって。いや、ポッツじゃない、エアポッツが悪いんじゃなくて、ケースが、そう
遊びすぎだね、だって。え、何遊んでないけどでもまあいいんです、新しいの買うので。何ぼするんだって。ケース自体は3000円ぐらいですよ。だから全然大丈夫。え、意味わかってる？ケースってケースのケースですよ皆さん。 AirPods のケースじゃなくて AirPods のケースのケース、わかります？ AirPods じゃないですよ。 AirPods のケースのケースだよ。あの携帯ケースみたいな感じ。そうそう、カバー、携帯充電ケースのカバーだから。そう、それをサンタさんにお願いしよう。だって、いや、それは自分で買います。うん、サンタさん来るの？だって。もう来ないですよ、もう全然来ない。去年も来てないし。でも来ますかね、今年は。今年は来ますかね。で、小田ちゃんスーパーかわいい。だって、ワオ、センキュエリちゃん、イルミネーションとか好き？だって。好きですよ、めっちゃ。イルミネーション大好き。なんか景色がいいとこが好き。でもみんなそうだよねなんか綺麗みたいな、もう景色がいいところが好きですだから30日に放送される横須賀の千代ヶ崎砲台跡でやったハロウィンのタイムトラベラーっていう、そう、番組なのかな。そうで、そうやったんですけど、もうめっちゃいい場所で、めっちゃね、すごい景色も良かったし、なんかすごい、なんかね、おしゃれで、レンガとか、うん、そうだから、そう、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。30日は。あのトンネルいいでしょ。私インスタグラム今日更新したんだけど、なんかね、一人ず一人ね、写真撮ってもらったの、カメラマンさんに。多分使うようなんだけど、で一人一人撮ってもらって、私はなんか、でもなんかカメラマンさんがすごい面白い人で、初めて会った方なんだけど、めっちゃ面白い方で、なんかどういう感じで撮影しましょうみたいな感じになって、え、逆にどういう感じがいいですかみたいな感じで聞いたら、光と闇どっちがいいですかって言われてそう、あ、え、じゃあ闇でって言ってそう
お闇みたいな、そう闇、私闇を選んだんですけど、そう、そしたらトンネルの中に連れてってくれて、そう、それでそう、えって普段はなんか光と闇どっちタイプなんですかって言われて、私はでも割と光ですって答えて、あそうなんですね、なのに闇みたいな感じで言われて、そう逆に、そう逆に闇にしたんだけど私はそうでもそう割と光じゃん私は、言語いつも笑ってるから、そうだからトンネルの中でなんか、そうトンネルって結構暗いじゃないですか、そうだからなんかすごくちょっとかっこいい系に撮ってもらって、そうでもなんかね楽しくて、その撮影がなんかいい感じで、写真見たらだからなんかもなんかみんなよりもなんか多く撮ってくれて、私なんか闇もっと闇なんかもっと闇言っちゃいますかみたいな感じになって、そうえはいみたいな、もっと闇行きたいですみたいな感じで、もっとトンネルのもうちょっと奥まで行って、そしたらめっちゃいい写真が撮れて、そうもうびっくりした、えってそう思って、でもそれはね、そうそのカメラマンさんのカメラの中にあるから、しかも初めて会ったカメラマンさんだから、ちょっとそうわかんない、もうそのカメラマンさんしか持ってない写真なので、そうだからめっちゃ闇の写真が撮れて、もう超えめっちゃいい写真って思って、そうそうだからめっちゃ楽しかったうん闇の写真見たいだって、そうめっちゃ闇だったよなんか表情とかじゃなくて、なんか背景がなんかトンネルの中なんだけど、あ違う闇じゃなくて光だったの、そうトンネルの中なのに光だったの、あそうそう闇行っちゃいますかって言ったけど、写真撮ったらねなぜか光だったの、そう。その写真がすごくてみんなに見てほしい。だけど私は持ってない。そう、闇すぎて逆に光だからみんなで驚いたの。え、わかる？皆さん。そう、難しいでしょ？私もね、びっくりしたんだけど。そう。見ないとわからないだって。それな、あの写真本当に載せてほしい。カメラマンさん誰だったんだろうもし一回きりだからさ、そのカメラマンさんめっちゃなんか面白くて、めっちゃいい写真撮ってくださったから、マジ写真ください。ショールーム見てるかな、だって絶対見てない確かに撮ったってことはどこかに使われるから、そうだから使われたら楽しみにしていてください横須賀のところは、ああそう、茅ヶ崎砲台跡はなんかインスタグラム見たらなんかもう入ってる人いたんだよね多分、そうだからもう入れんのかな茅ヶ崎砲台跡開放されてされ始めたのかも、もうぜひ皆さんも行ってみてください。
そう、めっちゃいい。写真とかもめっちゃね、なんか映える。そう、神奈川にあんな素敵な場所があったなんて知らなかったから、知れてよかったです。土日祝日だけ入れるんだ。なるほどね。ぜひ機会があれば皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。はーい、だって。行きたい、だって無料公開。あ、そうなんだね、無料公開。うん、私今日誕生日を迎えました。おめでとうございます。えりちゃん神奈川顔よね、だって。そんな顔あるんですか。でも私めっちゃ覚えてるんですよ、一番最初の握手会の時に、なんか来てくれた、なんか なんだろう、関東メンバーの連、関東メンバー全員の連に来てくれた人に、なんか神奈川っぽくないね、うん、で、え、本当そうですかって言ったら、うん、全然なんか神奈川っぽくないみたいに言われて、そう、私めっちゃ覚えてるそれ。そう、一番最初の握手会の時にそうやって言われて。あなたの神奈川っぽい何なんだろうって。そう、今、そう、今だったら、え、じゃああなたにとっての神奈川っぽい人って誰ですかとか。まあ聞け、そう、聞けるし、そう、そう、神奈川っぽい、え、お、神奈川もんみたいな、なんかその時はでもなんか、そう、あ、そうですかとかしか言えなかったけど、うん、今なら全然戦える。そう、だからぜひまた見てたらまた来てください。でも表情もこんな感じだった。神奈川っぽくないね、全然神奈川っぽくない、でもこんな感じだった。そう、煽られた。でも握手会ね、懐かしい。お話し会があるから、今はお話し会も楽しいですよ。今あれ、お話し会受付中なので待ってます。そう、今再販中、ぜひ待ってます。追加しちゃった、だって。お、イエーイ。直接会って話したいなーって。
ね。皆さんは握手というよりか直接会って話したいって感じなのかな。なんか握手したいとかよりかはもう直接会って話したいみたいな。あ、握手しなくてもいいから直接話したいって感じ。直接見たいって感じだったらさ、だってできそうじゃない。なんかさ握手会だったらさ触れるからさ、それはね、なんか今だったら触れるからなんかダメみたいなありそうだけど、直接って話すとかってちょっと距離をさ握手会よりもちょっと遠ざけてさやるんだったらさ、なんかできそうに なりそうな気もするけどね。面会確かに面会で握手会、握手ってなったらやっぱ触れるから今はダメってなるかもしれないけど、じゃあ面会で元気だったかだって確かに元気だったかって、もうすぐだなって元気だったか、もうすぐだな、そろ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 決着がつく頃だ。お話し会申し込みします。初めてだって。え、嬉しい。待ってます。そう、なんかさ最近初めての方も多い、この前のお話し会の時も。そういつも来てくださる方もいらっしゃいますし、久しぶりに見た方もいますし、初めての方も多くて嬉しいです。あとそう、なんかタウゼントが好きなんだってみんな。ありがタウゼント、今何時何分？え、もう9時？早っ、一日早っ。スクショタイム。はい、終わりました。ではじゃあ今日の配信は終わりますかね。はい、じゃあ明日も配信しますでは最後に
をランキングを読みます。いきます。13位日野と、12位中堅、11位キムリー、10位 TZY、 9位マアットおだし、8位直樹、7位ソニーアットおだし、6位ボマ、5位ひとくまさとる、4位ユート、3位ミヤちゃん、2位東京のスワン、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。では本日の配信もありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。